アシェールは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。町は、県の北東部にあり、バルドワーズ県と接している。サンジェルマン・アンレーの北西6キロメートルポアシーの北東4キロメートルのところにある。セーヌ川左岸の湾曲部にある水辺の町であり、オワーズ川との合流地点に面する。サンジェルマン・アンレーの森の北部に沿っている。コミューンの領域はわずかにの、 ーヌ川に沿って伸びる湾曲部を共有しており、この湾曲部は人口が集中する西側に行くほど膨らむ。しかし、人口の集中が川沿いにあるわけではなく、右岸にコミューン領域のあるいくつかの主要コミューンは、縁飾りのように存在する。縁飾りはかつて川に浮かぶ島であったところであり、現在こういった島は、砂岩と一体化している。アシェリスは、 古いフランス語のアスチアに由来する。語源はラテン語のエイピーリアムで用法を行うことを意味する。町は10世紀の古い文書にビラムエイピーリアスと記された。その後、エーカーリース、アスケア、アスキアーズと綴りが変化した。アシェリスの綴りは1617年に初めて記された。アシェールの地には戦士時代から人が定住していた。 ガロローマ時代の定住跡もある。類西王はアシェールの領域で誕生したので、現在もアシェールはグランジュサン類として知られている。中世、アシェールの領域は二つの荘園に分かれていた。アシェール、そしてガレンヌと呼ばれた二つの領地は1525年に統合された。1553年、モルレデュミューゾー家がこれら荘園を所有するようになった。 これは1720年代にジャンド・マソルの領地となった。1736年、アシェールの高級、中級、初級裁判所が横領とサンジェルマンの憲兵隊に統合された。1749年、アシェールの荘園はジャンバティスト・ダルヌービルに売却された。村は、その後1751年に横領となった。1847年から1855年に、 かけて、アシェールの農民たちは、セーヌ川氾濫に備えて、堤防を築いた。この堤防は6キロメートルの長さがあり、当時としては大きく、その後コンフランの橋とポワシーカンまで伸びた。1882年、鉄道の走車場が、サンジェルマンアンレーの森の橋の,のコルニエという場所に、設置された。この動きが、高級的に町と鉄道を結びつけることになった。現在、 この操車場は閉鎖されている。1889年、農地が買収された後に、パリの月水を集める浄水場が設置された。19世紀末、カミーユ・ジェナツイが乗った電気自動車、ラ・ジャメ・コンタント号が、アシェールにて自動車で初めて毎時 100km の速度を記録した。この記録は、具体的には、毎時 105,882km であった。 ラ・ジャメ・コンタント・ゴーの名は、教会裏の広場の名として残っている。1940年、サンタバル下水処理場がサンジェルマンとアッシェールにまたがって、設置された。この下水処理場は、ヨーロッパ最大で、シカゴの下水処理場に次いで、世界第2位の規模である。処理場は、オードセーヌ県、セーヌサンドニ県、バルドワーズ県といった県、そして、パリと、 約800万人分の下水を扱っている。それは、ビルドフランス地域圏の180のコミューンからの下水であり、年間14万トンもの下水予定を扱う。住宅地が主体であるが、ポワシーにある PSA ・プジョーシトロエンポワシー工場の影響を受ける。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。